本日の文章はこちらです。パンツを見せてください。皆さん私についてきてください。パンツ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 。はい、次は見せて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 。最後はください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 。パンツを見せてください。せーの、パンツを見せてください。あー、素晴らしいですね。さあ、この文章の意味を聞いてみましょう。Pants comes from the Japanese word for panties or underwear, not to be misconstrued with the English word for trousers or pants. Pants を見せてください means please show me your panties. Pants 的意思就是内裤。Pants を見せてください意思就是请给我看你的小裤裤。素晴らしい。奥君、私についてきてください。Pants を見せてください。違います。もう一度、パンツを見せてください。はい。違います。ピータ君、パンツを見せてください。それではまた来週。